独自解釈、自分が独自解釈どういう風に自分が捉えるかって話ですね。そう、うん、隣のトトロ、うんうん、あれでどこで泣いたかみたいな話を友達としてた時に、うんうん、俺は、うん、メイちゃんがいなくなって、うん、メイちゃんを探してたわけじゃない、サツキが、うん、そしたらバス停のところに猫バスが来て、うん、そのメイのところ連れてってって言ったら、この猫バスの表示がシャンシャンシャンってなって、メイって出た時でまあスーって泣いたんだけど、え、あれで泣くみたいな、その人の泣きにイチャモンをつける回みたいな状態だったよ、その時。いや、お前そこで泣くのは、とか言ってこう、茶化し合って、そう、お前も泣き虫だな、みたいな会話をしてた時に、全然俺と合わないんだけど、足しげく俺の家に通ってくる同級生がいた。ほぼ会話ないんだけど。なぜかそいつも、俺が帰ろうとすると後ろがついてきて、みんなの、その輪の中には座ってるけど、一言も言葉を発さないみたいなやつがいて、で、お前、見た？隣のトトロって聞いたら、見ましたよ。つって、まず、キレられた。でも、俺もそんな、責めるように聞いてるわけじゃねえからさ。な、隣のトトロなんて見ましたよ、そんなもん。馬鹿にしないでくださいよ、みたいに言われて。なんだよ、こいつと思ったんだけど。でも、泣いた、泣きましたよ、そんなもん。怒っちゃってるわけ。あ、じゃあすごい好きなのね。ごめんね。俺らごときが、その、隣のトトロ知ってるなんて言っちゃってごめん。お前すごい熱意があったんだね、と。で、どこで泣いたって言ったら、あの、最初に引っ越してくるシーンあるじゃないですか。ミゼットみたいなのにこう、山積みにこう、家財道具を積んで走って、あのシーンで僕泣きましたから、って言われ。早くねって言われ。なんでって聞いたら、あんな小さい子が夜逃げしてるんですよ。あんなクソみたいなボロ家に夜逃げして、あんな小さい子供が引っ越してくると思ったら、悲しくて悲しくて僕もう涙が止まらなかったですって言って、見てる作品すら違かったんだな、この人とって思った時に、豊かだな。隣のトトロを見て、隣のトトロを見ずっていう。そういうことまであり得るから。宮崎駿先生が何を隣のトトロで言いたかったかを汲み取るってことが別に素晴らしいことじゃない、究極。それを見たときに独自の感動を得れるかどうかって。めちゃくちゃわかりました。うちの母ちゃんが家に帰ってきたら、うん、うちの母ちゃんってものすごい潔癖症の人で、うん、もうサウンドオブミュージックとか、一点の濁りもないみたいな作品を好む人だった。ちょっと脳内出血やって、ちょっと頭弱くなっちゃって。うん、ある日、家帰ってきたら、うん、真っ暗な部屋で、テレビだけ、チカチカチカってなってる状態だった。なんか映画見てんのかなと思ってガッて開けたら、母ちゃんがこう、ソファーに座ってこっちにテレビがあるわけ、うん、そこにこういう風に向かってるわけ。うん、見てたのが、資料の腹渡だったわけ。びっくりしたわけ。一番もう、そんな気持ち悪いの消してよって言ってたやつが、もう真っ暗にしてそこで資料の腹渡見てるわけ。で、母ちゃん、こういうの見なかったじゃん、前、どうしたんだよって言ったら、いや、私もうね、こういうの、何にも怖くなっちゃったって。ただね、この人、具合悪そうねって。ゾンビの心配してたから。独自だなぁと思って。そういう人たちの奇抜なその感想見たときに、映画も現実も真実を知ることなんて何の役にも立たねえってことが分かった。ありがとうございます。解釈って人それぞれでいいなって思いました、ね、今。そう、本当にいい。だから大概、うん、そこまで奇抜じゃないけど、普段遊ぶ人たちは怖がるでしょ。だっていきなりさ、隣のトトロ始まってさ、うん、ブーンとか言って、うん、走ってる時に、うん、
どうしたっていう。そんな面白いのつけたら。なるだろ。なりますよね。最後までご視聴ありがとうございました。原さんとの動画、面白い話もたくさんあるので楽しみにしていてください。バーパの、新譜発売しておりますので、詳細概要欄に書いておきます。チェックよろしくお願いします。次回動画も楽しんでください。ありがとうございました。ファイヤー。